はい、どうもヤミです。今日はこの3連キューブの揃え方を解説していきたいと思います。で、この3連キューブにはいろいろ種類があるんですが、この普通の3連キューブのタイプと、なんかこんな山型になってる3連キューブのタイプ、これは、こちら側こういう風になってるんですけども、山型は最終的にこういう風にしたら完成ということですね。まあ、ほとんど同じなんですけども、ちょっと違います。あとこういうやつ、一つ食い込んでるんですね。こちら側に比べて、ここまで食い込んでると。まあ、こちらの方が、こっちのキューブよりも簡単です。なので今回はこのタイプを解説するんですが、このタイプができたら、これもこれもできると思います。ということで、このタイプの揃え方を解説します。はい、ではまず大まかな揃え方の順番なんですが、まず、両サイドのこの右と左のキューブを揃えていって、最後に真ん中を揃えたいと思います。まあ別に真ん中から揃えて両サイド揃えることもできるんですけども、この真ん中のキューブの揃え方は左右の揃え方と少し違うので、ちょっと難しくなってます。両サイドのキューブは簡単に揃えれると思います。では一度崩していきます。まあ、適当に、まあ、ここから崩しましょうか。どんなにめちゃくちゃになってても揃えれるので大丈夫です。で、混ぜてる時にここをこういう風にやったりとか、こうとかもできてしまうので、向きがね、分からなくなってしまうんですけども、まあ最終的に揃えれるので大丈夫です。こうなってもこうなってもどうなっても大丈夫です。はい、ぐちゃぐちゃに崩れました。はい、こうなったらとりあえず見るところがありまして、まずここを見ます。ここの部分ですね、こことここ、今黄色なのでこの面は黄色になるということですね。なのでこの白のセンター、これ間違ってます。この黄色をこういう風に持ってきて、こっちも違います。まあ、こういう風なイメージですね。ここが全部黄色で反対側が白、はい、合ってます。はい、最終的にここの面すべてが白になって、こっちが全部黄色になります。で、次にこういう隙間を見てほしいんですね。はい、例えばこういうところ、ここ赤が3つ並んでますよね。つまりここの面が赤になるということです。ここも赤、ここも赤。はい、じゃあここ合ってて、ここも赤のセンターにしないといけません。はい、まあ今やる必要は特にないんですけども、とりあえず分かりやすいように一度揃えておきます。で、ここここここ今合ってます。で、次なんですが、反対側見てみましょう。反対側が青ですね。なのでここここここ合っています。はい、とりあえずここまでできたら、作っていきましょう。はい、ではまず両サイドのキューブを作っていきます。その時に例えばこちら側のキューブを作るとして、こういう風に持ちましょう。U面がフリーになるこの状態ですね。はい、こちらのキューブを揃えようとしている時に、こういう風な感じで持ってしまうと U面がかなり動きにくいことになって作りにくいので、必ずこうしましょう。この状態で作っていきます。そして下を見た時に青なので、この状態だったら青クロスで作っていくことになります。この3連キューブについては、この前の色と後ろの色、この色でクロスを作ることは絶対にできないので、今だと青クロス、例えば左側のこのキューブだと、こう持って U 面フリーにした時に下が緑なので緑クロス、別にこう向きでもいいのでこれだとオレンジクロスということになります。なのでこちらのキューブから作っていきましょう。この向きでいきたいと思います。青クロスですね。で、この時に左側のここの部分のクロスっていうのはもう絶対に入っているので、ここというのは固定されていて絶対に崩れない状態になっているので、この3つのクロスを揃えていきましょう。まず例えばここの青白ですね、ここにありました。ここに持ってきて、ここでこのパーツをここに持っていくために F2 したいんですができないので、ここは RW とかで持ち上げて U2 してまた戻しましょう。こういう感じで入れていきます。で、この黄色青もここに入れないといけないので、一度ちょっと横とかにして上に出しておきましょう。はい、ここが揃ってて、で、例えばこれを入れるときにこうやってここでこの B プライムとかをして、これをここに入れたいんですけどもできないので、こうダブルでこうして向こう側に入れて戻しましょう。はい、で、あとはここの部分ですね、オレンジ青なんですけども、ここにあるので、ここにあると、こっち側って動かせないので、一度こういう風にして、こっちに持ってきましょう。この状態で上に出します。そして戻します。はい、じゃあ、ここのやつがここに出てきたので、これを入れたいんですが、また F ができません。これをここに持ってきて下に入れたいんですができないので、とりあえず一度ダブルで上げて、U して、ここに持ってきて、R' ここに入れてから、こっちも戻して、戻すと。じゃあ、
入れることができます。このような感じでクロスを作ります。こっち側のキューブも同じです。で、次なんですが、この左側の埋まってるところのここの部分のエッジを入れていきます。例えばここだと赤白のエッジをここに入れるので、これですね、これを一回上に出しましょう、はい、通常であればこのパーツをここに入れることができると思うんですが、通常の動きはできないのでそれはできません。はい、でどうしたらいいのかというと、この入れたい部分のところが動かせないので一度前側にこういうふうに持ってきて動くようにしてあげます。はい、この時にこのエッジのここの色が揃ってますね、この揃ってる方じゃない逆の方、こっちに合わせて上げ横下げで入れることができます。上げ横下げ入りました。入ったら戻せば OK です。ここが入りました。同じようにしてこっちも入れます。ここだと黄色赤なのでこれですね、これをここに入れたいんですが、まあ、例えばこう持ち替えたとして、これをここに入れる動きができないので、それじゃなくてここの場所を動かせるように一度2層回してこう前に持ってきます。そしてこれをここに入れるんですが、このエッジのここが揃ってるんですけども、揃ってないこっち側に持ってきて、この状態で上げ横下げ、そして戻すとここが揃います。はい、今揃ってますね。でここまでいったら次は、こっち側の F2L を入れていきます。つまり青クロスなのでこれがペアですね。はい、じゃあこれをいきたいんですけども、このままではおそらく入れることができません。はい、こうなっていて、まあ、F2L のパターンとかいろいろやったとしても、はい、これ入れれませんよ。ここで L プライムとかできたらいいんですけども、できないんですよ。これがこれをここに入れたいんですが、その場合はエッジをここに持ってきて最初だけ2層回しのセクシームーブをします。はい、そして M をして真ん中を戻します。そうするとエッジの向きが変わっています。これだとできますよね。この F2L だと入れることができます。で、反対側も見てみましょう。これとこれですよね。普通の F2L でいくと、こうしてこちら側からここから R、U、R プライムで入るんですが、それができません。ということでこのエッジをここに持ってきて、ここで左側の最初だけ2層回しのセクシームーブをします。そして M をすると、はい、形が変わってこれですね。これだったら入れることができます。こういうふうになんか入らない F2L になってたとしても、最初だけ2層回しのセクシームーブをこの辺りでやっていると解消できます。で、次の OLL の部分なんですが、この部分が最初から十字になってたらラッキーで、なってなかったら、まあ、棒状のこのタイプのやつか、もしくはこういう感じの OLL が来ていると思います。で、この場合ですね、この棒タイプの OLL が来た場合どうしたらいいのかと言いますと、この棒タイプになっていた時はこの OLL をしましょう。この OLL はセクシームーブをして M プライムをして U をして R、U プライム、R プライム、W、 これですよね。これをやると十字になります。いきます。はい、十字形になりました。これだと上面を揃えることができますよね。このままスーンをすれば上が揃います。はい、ちょっと形を変えてこういう風なパターンになった時、このパターンになった時はこの OLL をやりましょう。この OLL は最初だけ2層回しのセクシームーブをして M をします。そしてこのペアを入れる、はい、この向きですね。この9時半のような状態にして、この3時半のこの位置ではないです。この位置にしてさっきの OLL をやると十字になります。はい、でこれだとアンチ数なのでこうやって揃えることができます。で、あとはコーナーが揃ってるタイプの PLL しか来ないので、基本的にはこのまま、U パームとか H パームとか、それで完成させることができます。これだと U パーム B なので、こうやってこれで揃えれます。はい、で反対側も同じようにして揃えることができます。これだと、まあ、逆さまにして U 面をフリーにしてこの状態ですね。なので緑クロスと、はい、もしくはこういう風な感じにしてオレンジクロスでもできます。ただ赤クロスとかでこういう風にするとすごく作りにくいのでやめた方がいいです。じゃあこの緑クロスでこのままこっちもささっと作っていきます。あとこういう時のパターン、この F2L のペアをここに入れたいんだけどそれができないと、はい、
ここで R できたらいいけどできないので、この場合はこの状態のまま最初だけ2層回しのセクシームーブ、さっきと同じですね。最初だけ2層回しのセクシームーブをするともう入っているので、あとは M で下げると入れることができます。で次はこれとこれですね。はい、これも来ましたね。これは入れれないやつです。ここで L プライムできたらいいんですができません。なのでエッジをここに持ってきて、最初だけ2層回しのセクシームーブをした後 M を押して戻すとエッジの形が変わっています。これだと入れることができます。はい、入りました。でこれですね、これはさっきの L 字型というか9時半形なので、このままこの OLL を回します。はい、そうすると十字形になるので、この場合だと、この向きからスーンをすれば、はい、形が変わったりとか、どんな十字形が来てもできると思います。でこれは Z パームなので、はい、これでできましたね。両サイドのキューブがこれで揃いました。あとは問題は真ん中ですね。はい、これで両サイドのキューブが揃いました。次はこの真ん中のキューブを揃えていくわけなんですけども、この真ん中のキューブは両サイドのキューブの揃え方と少し違います。この真ん中のキューブを揃えるためには、まず一番初めにやること、それは、ここのエッジを揃えます。まあクロスですね。この2つを揃えて、こっち側は揃えずに無視します。ここだけ揃えずにこの2つを揃えて、その後、こっち側のエッジを揃えます。ここのエッジを揃えた後、次はですね、このコーナーを揃えます。四隅ですね。こことここと、こことここ。この4つを揃えた後は、ここを揃えます。この右側のエッジの部分ですね。そして最後に、全部上面を揃えるという感じですね。はい。では、とりあえず、ここを入れていきたいと思うんですけども、例えば、ここだと白、青なので、このパーツですね。このパーツなんですけど、向きが違う。はい。つまりどうするかというと、この右側のキューブ、これ邪魔なのでちょっと下げて、この状態で M プライムをして、はい。ここに持ってきます。そして U2 をすれば上側に変わるので、こうやって戻します。で、このパーツをここに入れるんですが、このまま入れても向きが違うので、横にずらした状態で、こうやってここで F で入れたいんですけども、それができないので、同じようなことをやるために、ここで M プライムをします。はい、そうすると、ここが揃っています。この状態で U をしてから M で下げます。はい、じゃあ入りましたよね。このまま右を戻すと入っています。同じ要領で反対側の、ここもですね、ここ黄色青なので、これですね。これを入れたいんですが、これが邪魔なので下げて、そして入れたい場所の上にこれ持ってきて、このまま下に入れたいんですが、ここ F2 できないので M プライムをして U2 をします。そして M で戻せば、はい、こっち戻しても、入りました。こうやって入れます。そしてこの方法と全く同じ方法でこの左側のここも入れます。つまりこういう風な向きにしてクロスを入れるようなイメージでこのエッジを入れていきます。例えばここだと白赤ですね。白赤を、ここにあります、ね、これをこの入れたいところの上に持ってきます。ただこれが邪魔なので左のやつを下げて、で U2 でここに持ってきて、これを F2 で入れたいんですけどもできないので M プライムで上げて U2 で入れる、はい、そうするとこれを戻してもここが入ります。そして下も崩れてないです。この状態でこっちも入れます。ここは、黄色赤なので、ここにありますね。これを入れるためにこのキューブ邪魔なので下げます。そして入れたい場所がここなのでここの上に持ってきます。このまま F2 したいんですができないので M プライムで上げて U2 で入れます。そして M で戻す、はい、そうするとはい入っていますね。ここが崩れずに左側も入りました、はい、この次は、コーナーを揃えていきます。この四隅が一気に揃うので今は結構揃ってますけども、これを上に持っていって、まあ、横とかここに持っていってこうすればもう揃います、はい、でこのコーナーの部分が、結構揃ってなくてなんか変な感じにこんな感じで崩れてる場合とかもあるんですけども、この右側のこの塊と、U ですね。この U2 とか U とかこの辺りを回してるとすぐに揃います。ここは適当にやってても揃うのでぜひやってみてください。コーナーをすぐに揃えることができます。わからない場合も適当に回してたら揃います。僕もいつも適当です。そこはこのコーナーがどうしてもできなくてってことにはまずなりません。で次にやることは、ここですね。ここなんですがここも揃ってるのでちょっと一度崩しますね。はい、ちょっと揃いすぎていたので一度崩しました。
ここの部分ですね。次はここを入れていくんですが、例えば、ここには黄色、オレンジ。こっちは白、オレンジですよね。はい。で、白、オレンジはここにあります。このパーツをここに入れたら OK です。ただし、このコーナーは崩してはいけません。だから、こういうふうな動きはしてはいけません。はい、で、次。この黄色、オレンジをここに入れるわけなんですが、こっち側の、ここを U 面とするなら、この U 面のエリアにないとダメなので、これをこういうふうに持ってきます。はい、で、この状態でこうすれば揃うんですが、コーナーがずれるので、それはしてはいけないので、この状態のまま、このパーツをここ、このパーツをここ。ということは、このまま Z パームをすればいけます。コーナーがずれずに、このパーツだけがこっち、このパーツだけがこっち、移動することになります。一度やってみます。はい、できました。コーナーがずれずにこのパーツがきれいに入ってくれました。そして戻す、はい、そうするともうほぼ揃ってますよね。ただここの部分、今はスムーズにいきましたけども、結構難しい場合があります。例えば今は Z パームだけで入りましたけども、はい、さっきの状態に戻しました。これがさらに、こんな風になっている時があります、はい、ここに入れたいパーツがここにないと。白オレンジはここにあるし、黄色オレンジはこんなとこにあると。ここにあると、ここに持っていくことができません。できないときは、ここを下げて、この状態で、ここかここに移動させましょう。例えば、今、こことここなので、このままではダメなので、かといってコーナーをずらすわけにもいかないので、これだと Z パームをすれば、これがここ、これがここに移動します。移動したら、後でこうやって入れることができるので、ただ H パームをしても、こことここが交換されるので、H パームは意味がないです。H パームを使うときもあるんですけども、それはここではないですね。で、今、対面にあるので、Z パームをすれば、まあ、言ったらこういうふうな感じでずれてくれるんですけども、こことこことかにある場合もあります。例えば、今、この U パームとかをして、この対面の位置関係ではなく、ちょっと隣り合わせの、ここに持っていきたいと思います。このパーツをここに持っていきます。はい、持っていきました。これだとこことここにあるので、結局、はい、一つはこっちにあるんだけど、一つはここというふうな状態になります。この状態だと、例えばこうした時にこのパーツを Z パームでここに持っていくことはできるんですけども、ここに入れたいやつが、ここにあります。これだと困ります。はい、こういう状態になったら、まずですね、このパーツはいいんですよ。このパーツはいいので、これを後ろ側の動かない位置に、ここに持っていって、この状態で U パームして対面の位置に持ってきます。つまりこのパーツをここに持ってこないといけないので、 U パーム A をします。はい、 U パーム A をすると対面の位置に来ました。はい、この状態でこうしてこうすれば、ここに来ていますよね。で、コーナーを動かしたくないので、 Z パームでこれをここ、これをここという感じでやります。はい、コーナーも合っていて、エッジパーツも揃っています。はい、この状態になるわけですね。たまに、ここの部分が反転しているときがあります。反転しているときはマヌーバでひっくり返しましょう。マヌーバやるときも、この位置関係じゃないとダメなので、この位置関係に持ってきてマヌーバをしましょう。こうですね。こういうふうに場所は合ってるんだけども、向きが違うと。向きが違うときは、M プライム U、M プライム U。M プライム U2、M U、M U、M U2、これでひっくり返すことができます。はい、ここまで来たらもう終盤ですね。あとはこのエッジパーツ、このクロスの最後に残しているこれを上側にこういうふうに持ってきて、ここで PLL を考えます。ここで PLL をするんですが、今の場合だと状況的に下側を見たときにここ青、底面が青で上が緑なので、こうやって上側に持ってきたときに、緑と青以外のエッジパーツがもしあったら、それは反転しています。おかしいんですよ。つまりこれとこれはおかしいです。このままでは揃えることができないので、この2つを、マヌーバでひっくり返します。そうすると緑と青だけになります。そして PLL をすると揃うという感じですね。で、今はこことここにあるので、マヌーバをして2つともひっくり返すことができますが、もしこれが、例えばこの白のパーツがこっちにあった場合、マヌーバをするとこれがこっちにあるということになるので、正しい向きのやつが1個ひっくり返ってしまうことになるので、
その場合は U パームとかでずらしてこの位置関係に持ってきましょう。エッジを反転させたい、ひっくり返したいパーツを対面のこの位置関係に持ってきてさっきのマヌーバーをします。ではいきます。 M プライム U、 M プライム U、 M プライム U2、 M、 U、 M、 U、 M、 U2。 はい、これでひっくり返りました。で、この状態になったら緑と青のパーツしかないですよね。で、こう反対にしてもこうなっています。で、これをこう持ってきてこの上面のコーナーパーツは無視して何の PLL かを考えます。この黄色緑はこっちですよね。で、白が、こっちです。で、赤緑がこっちの、オレンジ青がここなので、これは普通に H パームをすれば全て揃うことになります。では H パームいきます。はい、これで戻すと揃えることができます。で、今は H パームでしたが、Z パームが来ていたり U パームの A とか B とか、まあ、この4種類しかありえないんですけども、どれか見極めて PLL をすると揃えることができます。はい、これで3連キューブを簡単に揃えることができると思いますので、ぜひやってみてください。で、一つ豆知識なんですが、このロゴステッカー、これが、なんかついてるやつで、この向きが変だと、横向いてるとか、まあ、これだと逆さま向いてるとか、まあ、こうすればちゃんとね、まっすぐなってるんですけども、この向きでちゃんとやりたいとかね、ちょっとずれてたら気になるじゃないですか。そういう場合なんですけども、まあ、これを逆さまに反対にしたい場合、まあ、こう下げます。この状態で M、U、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  これを繰り返すだけで、はい、反対にすることができます。はい、次にこのロゴステッカーが横に向いてしまっていると、はい、これをこうしたいんだっていう場合なんですけども、その場合はですね、横にこうしてこの状態から U プライム、M プライム、U、M、 これを繰り返せばこれを傾けることができます。 U プライム、M プライム、U、M、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  はい、できましたね。これでどんな向きになっていてもロゴマークをちゃんとした自分の気持ちよい向きで設定することができます。一番簡単なのはこのキャップを外して付け替えることですけども、まあ、キューブをやってる人だったら、ここ無理やりセンターキャップを外して向き変えるとかじゃなくて、なんとか自力でこう回転させて直したいですよね。これで完璧に揃えることができるので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。3連キューブは闇キューブストアで販売していますので、ぜひチェックしてみてください。